回は10月20日西荻窪のライブハウス音や金時で行われた泡の歌のライブの様子をお送りします。こちらの泡の歌さん、なんといってもその楽器の編成がとっても変わってるんです。長唄の三味線に薩摩琵琶、それに能などで使われる鼓。どこが変わってるのって、実はそれぞれ日本の楽器ですがジャンルが全く違っていて、これらの楽器が一堂に会するなんてありえないことなんだそうです。そんなミラクルな楽器の組み合わせが楽しめる泡の歌さん、なんでも今年結成したばかりで、なんと今回が初ライブとのこと。初ライブといえどメンバーの方々はそれぞれ自分の楽器の分野で活躍している実力派ぞろい。それではしばし耳を傾けてみましょう。方々にお話をお伺いしてみました。歌をやっぱり歌うっていう部分ですね。でそれにやっぱり、まあ、三味線と琵琶と、まあ、鼓っていうものが一つ三つどもえで一体化になって歌のこうお皿になっていくんですけど、古典的なスタイルっていうものを吸収してきてますんで、我々はそのスタイルを自分たちで新しく音を作る、変化させていくっていうのがやっぱり表現者としてはやっぱり当たり前のことですから。今の時代だからできるミラクルなアンサンブル、これからも頑張ってくださいね。以上ビンビントピックスでした。